久美のちょこっとバスフィッシング。はい、それでは始まりました、久美のちょこっとバスフィッシング。今回はですね、ちょっとまあいつもと趣を変えまして、普段琵琶湖で、バスのガイドをされているプロの皆さんをお招きして、今のまあ琵琶湖の状況とか、まあ、いろんなプロの目線から、ガイドの目線からいろんなことをちょっとわちゃわちゃ喋っていこうかなという企画になっております。よろしくお願いします。琵琶湖で釣りをしている方たくさんいらっしゃると思うんですけども、ガイド、ね、プロの人にガイドをしてほしいっていう方すごいたくさんいはると思うんですよ。でもそういう人ってまずどうしたら、いいのって、あとはこうどうしても釣り具を持っていったらいいのかとか、いろんなことわからないことがたくさんあると思うんですけども、リブレさんはどんな感じなんでしょうか。とりあえずリブレに電話してくださいまずはね、まずそこだね、ほんならこの3人が、はい、初心者の方から、はい、もう全てレクチャーしていきますから、はい、もう知識がなかっても帰る頃にはベテランですよ。おー、はい、素晴らしい。というかやっぱね、ガイドって仕切りが最初の一歩が高いって、そうなんですよ、やっぱりどうしようって思うんですよ。そうそうそう、だからもう最初の一歩、だから電話する、今やったらウェブで、はい、みんなこうやって3人もブログもあるしね、毎日日々出てるのあるし、はいはい、それでまあいろいろ読んでもらって、もうとりあえず一回アクセスしてほしいね。そうそう、とりあえず電話してください、うん、なるほどそう、はい、もうじゃあもう全然初心者の方でも、全然、OK、あとはもうね、おかっぱりとか自分でなんかやってるけど、やっぱり一回ちょっとプロの方についてほしいなって思ってる方とか、全然違うと思うよ、やっぱり我流とは。なるほど、全然違うと思う、一回来てもうたら。なるほど、そう、やっぱり僕らもね、年齢が年齢なんで、はい、若い方にもう本当にこうなんていうか、分かりやすく説明できる超過だけを優先してしまう、はい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 、そうじゃなくやっぱり一日楽しんでもらうっていうのが、やっぱり年齢とともに熟成された味かなと。なるほど、川端さんらしい言葉が出てますね。そう思います、うん、それがまた今後につながるんですね。そうそうそう、ね、うん、だからやっぱりそう、はい、リブレはそういうイメージで、うん、本当に安心して来てもらったらいいと思いますよ。あ、ほんであれですよ、だから結局ね、みんなが釣り人のガチガチの釣り人ばっかりがガイド、あのリベルのガイドに来てはるんじゃなくて、例えばね、8時スタート、9時スタート、ホテル泊まってからゆっくり行きたい、そんな人も全然時間もフレキシブルにある程度対応できるんで。なるほど、そうそう、だからもうみんなが釣り人で日の出から出たい、そうなんじゃないですよね。そうそう、レクレーションとして、うん、そういうのもきちっと対応させてもらうし。なるほど、うん、じゃあ例えば遠くから来るから、どうしてもね、来るのが8時とか9時になるとか、うん、それでも全然大丈夫、はい、全然 OK、はい、OK です。もう本当に柔軟に対応していただけると、はい、いうことですので、はい、まずはそうですね、お待ちしてます、はい、まずはいろんな、ね、はい、ウェブなんか見てね、はいはい、アクセスしていただきたいと思います、はい、ありがとうございます。はい、ということで、クミのちょこっとバスフィッシング、今回は、普段ガイドをされているプロの皆さんと一緒にちょっとね、いろんなことをわちゃわちゃ喋りました。皆さん今日はありがとうございました。はい、これからもガイド頑張ってください。それでは次回をお楽しみに。